諸事情によりヒゲが生えておりますが、アルカディでございます。ダストでございます。恒例の僕が結構ダスト君になんかこう、さまざまいろんなことを聞いていくタイプの動画ですかね。まあ、僕的にはちょっと、いや、嬉しいな、案件の部分で、より細く聞いていきたい部分なんですけど、2021年、のダスト君の Spotify のなんかそのまとめみたいのをなんかこう見せてもらったんですけど、ジャンル別聞いたランキングみたいのがあったんですよね。はいはいはい、確か3位が K-POP の4位がビジュアル系だったんですよね。うんうんうん、ちょっと快挙じゃないと思って正直俺のその二大巨頭文化じゃないですか。やっぱビジュアル系 K-POP っていうのが、はいはい、言えばあんまりこう人のものをこう好きにならないというかっていうダスト君がトップ5に食い込むっていうのが衝撃レベルというか、見てる方がどれだけ認識してるかわかんないけど、そのやっぱダストって結構出てなかったから、ね。動画に正直に言うと、うんうん、やっぱその理由としては本当に興味持たないから、その一部その時流行ってるものに出ないというか出れないっていうことが多かったから、でもまさにだから2021年は多分一番出たんじゃないかってぐらい。だから聞きたいこととしては、今まで、はい、まあなんか無だったやん、無っていうか、なんか聞いてもいやーみたいな感じがマジで多かったからさ、これもう無理だみたいな、その諦めの境地みたいなのがあったけど、なんか急に来たやんと思って、それはなんでなんだろうっていうのがシンプルに気になるなっていう。なんか、自分としては別になんか、いっぱいハマったっていう感覚は、ぶっちゃけなくて。自然と聞いてたみたいな。強いて言うなら、その、ジグザグとか、その、最近ではなかったけど、その、ノーゴッドとか。はいはいはい。一時期、その、サブスクを進めてもらうみたいな形で、いろいろ入れてもらったっていう中のやつとか。あと、まあ、学生の時に聞いてた、その、アルカディアが歌ってたなっていうのとかで、その、マテンローオペラとか。こういうところのなんか一曲一曲を自分が気になってたやつをちょびちょび聞いてたっていう感覚でしかなくて、だから強いてめちゃくちゃ聞いたっていうのであれば、プロミスとか。なんだろう、そのなんか今の言い方だとさ、なんかその、うん、もしかしたら悪く聞こえる人いるかもしれないけど、うん、そのマジで言いたいのはゼロだったから、マジで、まあまあ、強いて言うならプロミスとかって言えること自体がそもそも俺からすれば快挙なの。プロミスは動画でも紹介したじゃないですか、ダストに直接。はいはいはい。まあ、正直、あれ無理だったらもう多分もう今後一切ないだろうねぐらいの勢いではあったわ、俺も。でもだからさ、そのもう一個だから気になるのはね、Spotify 始めるよって時に、そこでさっき進めてもらった曲みたいな話をしてたけど、一応ね、企画としてやったわけですよ、そ の, スポあのダストサブスク始めるみたいな。うん、まあ、未だに上がってない理由としては、なんかその一応俺とガッキーで曲進めたんだよ。そのビジュアル系だとか、ワックとかね。それがもうなんかもうほんとことごとく空振りっていうかで、はい、本当にあの人あんま聞いてないっすぐらいの勢いだったじゃない。つまりあの状態じゃ4位に入るわけないんだ。だから多分その進めた云々で、ね、それまずなんかいろいろ聞いてみましたっていう段階では、だってもうマジで10中1.5 割ぐらいが生き残るか生き残んないかみたいなぐらいの、まあまあまあ、打率としてはもうゴミっていうレベルだったから、ほんと文句しか出ないってから、なんだろう、そのはっていうなんかその曲の酷評みたいなのをめっちゃするから、ダストがなんかまあそのほんともう曲名を出すとね、切れるから、その好きな人が、まあ俺も正直切れたいぐらいだったけど、綺麗すぎて無理だわとか、なんか逆にポップすぎてとかっていうのもあったし、逆に激しすぎるとやっぱこれは激しすぎてみたいな、お前なんなんみたいな、なんか終始切れてるみたいな動画になったから未だに上がってないんだけど、しかもなんかガッティが進めた曲がなんかもうめちゃくちゃ本当空振りってか、もうほぼほぼ死んでて、おもうマジで全然合わんやんみたいな感じで、なんか本当最悪の空気みたいな感じになってたから、だからそれからしたら本当にありえないんだよ。ビジュアル系が4位に入ってるっていうのはやっぱ聞いてるってことなの。あ、絶対的に、まあ、だから俺はもう感動を覚えた。なんかさ、歌い方とか結構もう苦手だったじゃん、そのダスト自体が。そういう、まあまあ、こういうなんか気になるみたいなことはよく言ってる。そう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 、うん、だってなんか曲は言えないんだけど、もうそのとある曲の感想でなんかもうつい笑ってしまったみたいな歌い方についてなんか吹いたとか言ってるやつがあって、ああ本当にこれもこのバンドのファンで言ってブチギレ案件だから本当に言えないんですけど、なんか風呂で何気なく聞いてたらなんかちょっと歌い方がなんかちょっと面白くて吹いてしまってみたいな、なんそれみたいな。いやでもだから順応したわけじゃないって思うんだよね。だってマテンローオペラとかノーゴッドなんて結構大癖も大癖だし、このチャンネル長く見てくれてる人は知ってると思うけど、その僕自身が結構カラオケで歌とか歌うときにすごいビジュアル系な歌い方をするらしいんですよ、話によると。でもそれをなんかその一応疑問に思ってたわけを出すと、結構その突っ込んでくるというか、なんか普通に歌えないのみたいなこと言ってくるわけですよ。だからそのまあ前にも多分ビジュアル系だったら5とかで俺出して普通に歌えないのって言われたことが結構あるんですけどみたいな、そのまあダスト君だけじゃないんだけどね、ダストクも含まれてるんですよ、あの中には。俺から別に普通に歌ってるから、俺みたいな素人が
歌ってることに関しても疑問に感じるわけじゃん、その歌い方を。普通じゃないって捉えるわけじゃない。はいはいはい、はい、はい。まあ、つまり、聞くに値しないじゃない、多分、ダストプラスがそういうの。だって普通じゃないんだよ。けど、それが、だから、その順応したっていうのが、もう俺は、快挙っすね。だから、その、進め続けた、ついに。やっぱ慣れなのかな、なんか。まあ、慣れかも。だってさ、あれじゃない、黒い雨とか聞いてたじゃん、傷の。うん。うん、傷のライムさん結構大癖だと思うからね。まあ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 、まあ、うん、でもだから前多分だから本当高校生とかだったら結構ダストもその今よりもズバズバ言うタイプだったじゃないですか、高校時代って。だから多分本当に聞いた瞬間、はい、いやないなみたいな多分ぐらいの勢いだったと思うのよ。あ、まあ、まだないけどね、その時傷の曲がないけど、はいはいはい、あったとしたらの話ですけどね。気づいたら順応したってことなのっていう感覚に近いかなって俺はどうなのか思うかな。結構俺とガッティのあるあるがその嫌いだったものが急に好きになるみたいな、はいはいはい、っていうのがあるけど、そういう感覚はないんだ。特になんかそのこれがきっかけみたいな、この出来事っていうのはないけど、結果だけ見たら一緒なのかなと思うよね。その最初は何色示してたけど今別に何もないっていうところで言うと、まあ結果としてこう逆転してるから、うん、ぼんやりとしてたものがちゃんとこう輪郭を持った気がするかな。いろんな部分、ビジュアル系の中のいろんなバンドとかいろんな、だからダストだからさ一緒に見えちゃうじゃん、結構そのジャンル全部、なんかそのもう大所帯の女性アイドルを全部一緒に見えるとかさ、まあ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 、まあ、一部そのビジュアル系バンド、メイクしてるバンドその一緒に見えちゃうとかさ、うん、ジャニーズもそう言ってたじゃん、結構そのジャニーズグループ結構一緒に見えるみたいな、そのまとまって見えちゃう時はあるかも。そうそう、だからそれがちょっと薄れたって部分だろうな、多分そのそれぞれジグザグ、摩天楼オペラ、ゴールデンボンバーでこうしっかり認識できたっていう部分はでかいんだろうね、多分。振り返ってみれば確実に聞いたなっていう自信は確かにあります。これででも一つだけ生まれる疑問としては、あのよくビビッと聞けてたなとは思うからね、はい、確かに。これはあのちょっとその前の動画というか先に出てるかもしれないけど、うん、アニソン効果ってやつですかね、っていう可能性もちょっとある。